イケメン投資家、家具はフェンディで揃えがち、買い取り YouTuber、ちえです。テスタさんとかね、あのめちゃくちゃ家具って高いんですよ、あのブランドのって。でしかもそれフェンディでラグなんですけど200万円ぐらいするのもあるんですよ。でそんな中でね、ななちゃんみたいなね子がおしっこしたりとかしたら本当泣いちゃいますよね。もうでは、はい、なんでかっていうと皆さんお分かりだとは思うんですけれども、買い取り YouTuber ちえ登録者数1000人突破緊急動画祝い。いやー本当に本当に、ありがとうございました。別に終わるわけではないです、全然。まあ、一つのね、こう、まあ、目標というかにしていた一応1000人っていうところが突破になりました。本当にありがとうございます。ね、本当にね、今ちょうどね1000人の時なの。ね、ここがここわかるかな、どこだ、ここか、ここら辺。合計でね、ちょっと何本撮ったっけなと思って72本動画を撮ってます。いや本当にね、いろんな人がまあ、コメントくださったりとかもそうだし、インスタの方もね本当にコメントくれたりとか、あと情報くれたりしましたね。まさかね、でも最初ね 5.5 万人って言ってましたよ。だけど私も YouTube の 5.5 万人がどれくらいのものなのかって本当に分からずにこうお話ししてしまったので、1000人ってやっぱりすごい大変ですね。でもなんだかんだこうあっという間というか、もう本当にがむしゃらにやってきて、まあ、思っていたよりも早く突破したんじゃないかと思います、皆さんのおかげで。いやね、これ、まあ、今、まあ、ブランド品で、まあ、時計とかね中心に動画自体は上げてるんですけど、ロレックスとかもいっぱい撮りましたよね。ちょっとななちゃん動かんといて、ちょっと待ってね。うわ、これ最初のやつ、買取 YouTuber のうち。もうね、一番最初の頃のさ、テンションの低さね。買い取り YouTuber のちえです。今回みんなにこう価値みたいなところを、私の持っている知識でいいものの価値っていうのを皆さんにこういろいろ分かっていただけたらなと思って YouTube を始めました。びっくりして、やっぱり撮り慣れてないから、なんだろうな、そのどのテンションでお話ししたらいいかみたいな、結構これは ナチュラルテンションなんですけど、あまりにも前は低すぎまして、もともとね声が低いっていうのもあるんですけど、これもね3000回以上回ってるんですよ。なんか本当にみんなこう興味を持ってくれたっていうのがすごい嬉しいですね。もちろんその商品とかそういったのからなんですけど、で、まあ、人に対してってなかなか興味ないじゃないですか。だって好きなのはまあロレックスとかに興味があるわけ で、それでまあ私に対してもちょっと興味をね持っていただいてるっていうのは本当にありがたいです。結構こう回って嬉しいなと思ったのは IWC の回とかですかね。やっぱり私自身もこう推しているこう時計なので、そういったこの、ね、お時計が回ってくれて、いろんな人にこう見てもらえて、でもしねそれで買おうって思ってくれた方がいたら本当に本当に嬉しいと思います。逆にそういうためにちょっと始めたっていうのもあったので、安くて今すごいいいのとかもたくさんあるんですけど、やっぱり高級品のお時計ってそれなりにすごくちゃんとできているものなので、おーおー、危ない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 よ、ちょっと待って、
危険だよ。近いね。すいません、落ちてきちゃうもん。で、あと、まあ、ちょっとこういう業界だからこそブックトートの会とかですね、やっぱり偽物が、ね、たまたま手に入って、でそれを皆さんにこれ、まあ、こういう点が怪しいよとかっていうのがお伝えできたっていうのは本当に良かったな。うん、ね、皆さんロレックスの会とかね、ロレックスマラソンの会ね、私も実際楽しいです、あれやってて。でやっぱロケとかって私は好きなんですよね。いつもいつもちょっと異様なとか異常なテンションですよね。そうで、ロレックスマラソンとかってやってらっしゃる方もすごい多いと思うんですね。で多いので、やっぱりそういった情報とかコメントをすごくたくさん見させてもらって、情報源にしてます。ここで手に入ったよとかで、でみんなでこう撮影する時とかは、じゃあここに回ってみようかとかっていう話を実際そのコメントを元にだとかもそうですし、しているので、いや嬉しいな、嬉しいよね本当に。なんかこう楽しんでやっていることが他の人も面白いって思ってくれるっていう、そのやっぱ共感っていうのかな、はやっぱりね嬉しいですよね。うん、そうね。あ、アントニーさんのね回ですよね。やっぱりアントニーさん芸人さんですよね。めちゃくちゃあれ面白かったです。競馬の下りとか私結構好きかな。ロレックスは中古で上がり続けるって言ってロレックスぐらいしかないので、本当におすすめです。何かにこう投資したいってなったら結構ロレックスをこう投資される方多いですよ、ね、じゃあちょっと今買おうかなみたいに言ってたんですけど、はい、今お金ないんで嫌いますいや、ちょっと全部競馬でね、し、え、はい、競馬で、なんであのレースに14万もかけたんだろうとかあります。落馬したんだからG1 のレースで3番人気がバスラットレオンっていう馬、忘れもしないG1 で落馬っすよ俺、と思って、落馬してるって思ったら自分が軸に勝ったやつですよ気狂うかと思った。そのやっぱりね、コメントにも書いてくださいましたけど、本当に素人これだけ面白くしてくれるっていう、そのアントニーさんの腕がやばいですよね。そうね、あとね、意外と結構その細かい、なんていうんですか、隠し撮り、買い取り YouTuber 知恵かっこ年齢非公開とか、そういうのとかも結構ガチなので、あ、すごい、でも1000回以上私の寝顔を見てるってこと。やば、恥ずかしいな。しかもでもさ、普通に考えてカメラの前で寝るって冷静に考えてやばいよね。よく寝れんなって、怖くて、これチェックした後以来見てないこれ。あとあれかな、まあ、新作のエクスプローラー1とか一点で見つけられてはいないんだけれども、動画の時に集めたじゃないですか、エクスプローラー1の年表の時、あれはね、もう結構感動だったの。ずっと探し求めてたのがやっぱ目の前にあるとめちゃくちゃ嬉しかったですね。あれとかもやっぱり動画とかやってないとあれだけちょっと力発揮できないんで。でもさ、結構本当に見てくれてるんだよね。必ずやっぱコメントは全部見てるので、そういった応援コメントとかが本当に、うん、支えになりました。そう、1000人に対して、まあ私ももちろん気にしてはいたところなんですけど、なんかみんなの方がこうあとちょっとだぞみたいな、そういうのがすごくあって、本当にありがたいと思いました。そう、あと毎回ねコメントを
その動画を上げるたびにくださる方とかもいて、常連さんなん、常連さんっていうのかな、うん、多分登録もしてくれてるんですけど、そういった方とかは、あ、また何々さん、コメントくれたとか、ランエボさくらさんとか、まあ、イマレゴ TV さんとかね。まあ、みんな、登録してくれて、ちょっと全員は読み上げられないんですけど、リブロで簡単、副業教室さんとか、クラピカさんとかね、猫好きさんとかさ、皆さん、たくさんコメントいただいてるんですよね。多分再生回数じゃなくて、結構やっぱコメントが、おお、来た来た来たみたいな感じで嬉しいかな。まあ登録者数ももちろんすごく嬉しいんですけど、やっぱりコメントはなんか距離がこちらも近いように感じるのはすごい嬉しいことだなと思います。嬉しいことだなと思います。おかしいな。いやね、これからもちょっとロレックスマラソンもそうだし、エルメス製品とかもやっぱり興味ある方とか多いと思いますし、あとはマイナーだけどこれ知ってほしいとか、あとはそうですね、そのまあ他のお店さんとかもいろいろ紹介していきたいなと思います。やっぱり質屋さんとか買い取り屋さんとかもそうですし、やっぱりお店ごとにちょっと特徴って必ずあるので、そういったところとかもいろいろお話をしていきたいなと思ってます。いやね、まさかね、本当にこういう日がね来るとまあ思いませんでしたというか、まあね、近づいてきたらわかるんだけど、始めた時は本当にね、それを意識していたわけではないので、でこんな早くやってくるとはっていうような感じです。本当に嬉しく思っております。いや、結構こう感動しますよ本当に。じゃあクソつまんないと思ったでしょ。はい、ハッピーハロウィンです。本当にちょっとねダラダラっとしちゃいましたけど、ありがとうございます。これからも頑張ります。皆さんにためになったなと思う知識を皆さんにお伝えできたらなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。バイバーイ。この度はロレックスを選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱説明書を読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。希少なものにつき転売する人は受け付けません。ご了承ください。